どうもくんちゃんです。おはようございます。今日はです。皆さんに、はい、実は謝らなきゃいけないことがあります。そう言っちゃうか。言っちゃうもん。俺この動画撮るときにこれは 言わないとと思ったので、まずお伝えすることが、職場引っ越します。ありがとうございました。こっち引っ越したくない。こっち結構引っ越したくないよね。引っ越したくない。もう足腰に来ちゃったら引っ越したくなさすぎて。引っ越したくない。本当に膝に引っ越したくない。うわ、マジで引っ越したくない。引っ越したくないよね。そうなの。本当に引っ越したくないんだよね。みんなにね、続きで謝らなきゃいけないことがちゃんとあるんですけど、まず僕らが引っ越す理由につきましては、だいぶ前のことから関わってくるんですよ。あ、引っ越したくない。思い出のある。落ち着いてくださいね。落ち着いてない。さっきまでやっちゃう。鬼ごっこしてたから。そうそうそう。お話があっち行ったりこっち行っちゃったりして、伝わる方も伝わらなくて。これはやるちゃんが悪い。まず、はい、今住んでる場所が僕の思い出のある場所というか、子供の頃にこの家に来て大きくなってこの家に住めたらいいなっていうのを、そっから10年とか結構月日流れて、はい、思い出のある家なんですよ。で、まずこの、すいません、さっきまでの鬼ごっこで息切れてて、ちょっと冷房あげるね。いや寒いわお前。11月、12月になるんだよ。あー、いやでも俺とサノちゃんの体感温度で、サノちゃんそこにいるからクマだけで寒いの。サノちゃんは人間の10人分ぐらいの大事さがあるからね。でですね、ちょっと本題もうそろそろあるんですけどそもそも僕らが一番最初の旧キョンクマハウス初代キョンクマハウスあるじゃないですか。あそこはおじいちゃんの家です。おじいちゃんの家を、まあ、僕がもらって、うん、そこで撮影してたんですよ。初代キョンクマハウスね。はい。でそこからで YouTube が軌道に乗ってもっといろんな撮影したいということで最初に引っ越したマンションがあるじゃないですか。はい。僕もクマも見た目違いますよね。俺眉毛ないからね。あの時眉毛なくて平均アフロ撮ってね、うん、そこの2代目キョンクマハウスが、うん、結構綺麗めなマンションだったと思うんですよ。綺麗めな家というかね、でも半年ちょいかいたと思うんですけど、その家をまた引っ越したんですよ、うん、その理由が家バレも含めて引っ越したんですけど、まあ、この家と1個前の家同じ家なんです。はい。え、ただの賑やかしです。賑やかしなのね。どういうことですか。わかりづらい。やめてくれる。そういうの。同じ家。同じ家なんです。ごめんなさい。これね、視聴者さんたちに嘘ついてました。あれ。どういうことかと言いますと、旧キョンクマハウス、はい、2代目の家、はい、3代目の家、旧キョンクマハウスから引っ越したこの家と2代目の家と3代目の家、うん、同じ家なんです。同じ家っていうと。ごめんなさい。本当に。同じ家っていうとむずいじゃない。同じ建物ね。同じ建物なんですよ。だよね。理由から言うと、はい、第2の家、視聴者さんが来ちゃったりとか。はい、してて、いやちょっと引っ越さなきゃいけないなと思って本当に動画出して引っ越したんですよ。で引っ越すのを決めた時に僕がごねて、この家から引っ越したくない、離れたくない、いろいろ考えて、せっかく旧キョンハウスから憧れのうちに引っ越したのにすぐ引っ越すなんて嫌じゃないですか。でも引っ越すしかないってなるじゃないですか。引っ越したって言えば、はい、まあいろんな意味でそのなんていうの、心配なこととかからも逃れられて新居になるっていう感じだったと思うんですよ。だから実は本当に階と風呂が変わっただけで同じだったんですよ。ただ今回いろんな理由があってまた引っ越すことになりました。今度こそこの建物から出てくるんだよね。きつー、やだー。動画いろんなことも含めてこっから出ようってちょっと前から実はなってたんですけど、3段目キョンクマハウスから引っ越すことになりました。ぶっちゃけわかんないっす。はい、ぶっちゃけわかんない。俺ねちょっと悲しい。やっぱりここ好き。2代目キョンクマハウスまでは俺とクマだったじゃん。新しい曲もハウスとさ、じゃあコラボ YouTuber を初めて呼んだところでもあるし、みんなで作り上げた場所でもあるし、ここにいた2年間でだいぶ環境変わってきましたからね。特別なやっぱね思いがあります。 YouTube 始めて一番長くいたのここだよね。ここだね。確かに YouTuber として成り立ったのここだよね。いやもうほんとここが一番濃かったというか。うわー、明日引っ越しなんですよてか今から荷物まとめるんですよ。何にも準備できてない。ごめんなさい、こんなこと言ってるけどマイナスだけで取らないでください。いろんな理由があって引っ越すんですけど、そのうちに 1,2 個ぐらいかなり自分たちにとってもプラス要素のポジティブな理由もね、ポジティブな理由もちゃんとしまわれております。やだよ引っ越すの。ついに来ちゃいました。俺ねマジで嫌なの実は。最後の最後までごねたんでしょ。不動産屋さんで契約書類書いてハンコ押してからごねてた迷惑じゃない。そうなの。だって気に入ってるんですよ、うん、ここのお家。いやいいよ。いや、あんたあそこに住んでるだけだから分かんないよ。本当に皆さんに分かってほしいんですけど、引っ越しはすごいポジティブな理由も、うん、シルクカップスにしまわれてる中に隠れてるんで、ちゃんとこじ開けてお見せできる時までちょっとね楽しみにしといてほしいんですけど。え、俺知らないんだけど。絶対知ってるよ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 。引っ越し、あ、そっちか。それがなかったら俺らだってこっから出たくないって言う。
いやだってさ、このそれなかったら絶対見てない、うん、あの大事な壁、壁から紹介します。だって一番映ってるよ、京子ハウスで。確かにね、ね、常に背景でした、この壁が常に背景でした、はい、そしてね、よく見るとね、結構撮影でね、傷がついちゃってるところがあります。これ次のマンション入る？いや、入んないんじゃない？あ、入んないわ。え、見納め？これ、いや、そうだよね。バラせるバラせる、バラすしかない、これバラすんこれうん、でビスでくっついてるからバラせる全部。もうちょっととっくにテーブルとしてはね、ガタが来始めてるね。これね、買い替えてもいいんだけど、ね、2年前ぐらいからガタ来てる。すっごい荒れてます。10時間生配信で、あれ10時間生配信の時にね、産むからもらったやつだよね。あんな逆さまになってもう俺らにあげる価値ないって思われちゃうよ違うな、あれで飾る場所を考えようと思ってたんだよね。誰もやったさしたらバックドロップされてたんだよね。バックドロップされてる。でこのキッチンね、キッチンはいろいろ料理とかね、動画やりましたよ。あれ果ててるね。大丈夫、本当に引っ越すんだよな大丈夫、本当にもうこっから人数総動員なんで。うわ、待って、冷蔵庫も持っていかなきゃいけないんだ。明日中身パンパンよ、今やばいよ、中身。ちょっとどうすんの、もう今日明日明後日で終わる。待った、終わるわ。キョンクマ舐めんなって話じゃない。俺ら毎日引っ越しみたいなことしてんじゃん。確かにすごいっすよ、業者やよ、業者だって。あんなよくキョンクマのハウスでパネルとかさ、あれ全部自分たちで移動して、自分たちでトラックレンタルして毎日やってるんですよ。一家分ぐらいやればいいだけでしょ。3秒じゃん、うん、3秒です。3秒かな、ちょっと。あれ、もうこうなっちゃったらもうエイジ突っ込まれる。ロバート・ダウニー・ジュニアかおお。って感じで広い廊下ですね。この廊下でもいろんな撮影しましたねって。業務用冷蔵庫、はい、あと暗黒地帯ですね。旧やるちゃんの部屋ですよね。あ、そう、旧やるちゃんの部屋。懐かしい。いやもうね、あのね、やっぱくしゃみ鼻水止まんなかったんだけどそしてこっち今くまくんの部屋になってます。はい、コロコロみんなのね部屋割りが変わってくんだよね。はい、ちょっと偽物にならない。見れたもんじゃないわ、引っ越し前。いや、これやばかったよね、値段。もう毎日見てるものってやばさを忘れちゃうじゃん。そうですね、4ヶ月分ぐらいに意識したの。半年ぶりぐらいに意識して、パッて見たら、こいつやべえな。洗濯物のカゴがさ、もう鍋になってて、もう犯人、うん、誰だと思ってたら、エイジがツイッターでバク、なんか報告してきた。そうでした。犯人すぐ出てきた。でも、この寸胴鍋、他に置いとくとこないのよ。俺もね、洗濯カゴでいいと思ってる。僕の部屋でーす。来ました、次に。やだなぁ、せっかく綺麗にいつも保ってたのに。はい、僕の部屋です、はい、帽子とかさ、洋服とかもこうやっていっぱいかけて、ちゃんと、うん、そうだよね、お部屋ちゃんとカスタマイズしてて、なんか結構しっかりカスタマイズした感じだったから、うん、なんかもう、ほんとやだ、これ分解して新しい住んでてピュー、あー危ない。まあそんな感じでね、うん、あの部屋一周しました。はいね、皆さん片付けてください。いいよ、別にかぶってもちゃんともらおうとしてる、もらうわけねえだろという感じで、はい、ここのキョンクマハウスともお別れです、はい、引っ越し、はい、という感じで引っ越しましょう。なんですか、引っ越し、引っ越しましょう引っ越ししましょうって聞こなかったか。大事に途中でも全然聞こえてます。大事に助かる。結構こんな感じです。結構こんな感じです。すごいよ。これとかね、チェーンに分解してもらわないといけないしね。これってかさ、修理してほしい。そう、でもこれ修理できないんだよ、多分。できない、もうね、不可能なの、これ。そうなんだ。俺が作るときにちょっと手抜いたらこんななっちゃった。これ思い出だから、あの季節の変わり目をこれで感じてるもん、みんなどんどん歪んでいくんだよ。大事に言うよ、おいよ、引っ越そう、引っ越そう、やるよ、みんな。タジで一番困る。まあだからゴミこっち、だからこの辺分解したら全部真ん中の方にして、で、あっちが倉庫に持ってくる。だからゴミは全部こっち。じゃあゴミこっち。あ、じゃあゴミね、僕ね。バカー、これ2回目ですから。カメラ回ってない時にやって、やりたいって。やっていきましょう。はいよ、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 ルームランド行きます。はいよ、お願いします。テーブル行きました。え、待って、パソコンが出てきたんだけど。え、本当だ、古いパソコン。パソコン出てきた。キャルちゃんに詰めしてくれてます。はい、大事な書類ね。チェーンが取れました。はい、持っていきます。せーの、はい、はい、あ、手持ちすごいね。カメラ邪魔だな。あ、カメラ邪魔、どうします。あ、結構重い、重い、下ろす、下ろすんかい。いや、変なメガネ見つけました。あと見てください、このキーブレード。僕が手作りのキーブレード、なんか歯ブラシみたいになってます。完全に歯ブラシじゃないですか、これ。ねえ、見て、歯ブラシ。あ、それが歯ブラシになっちゃったって言ってんの、俺のキーブレードが。これはさすがにゴミだな。あと武器いっぱい出てきました。ミホークの剣とか残白刀とか。これやばいよね、ストームブレーカー。倉庫っすよ、それ。家持ってくの。いや、ゴミ、家持って、ゴミって言ったね、今。今日
やってるね、ほんとみんな。いやでも、これじゃこれでも新しい家持ち込んだらここよりも狭いんだから、またこれになっちゃうのよ。はい、これをキャンプファイヤーの材料にして動画撮るのも多分面白いと思うよ。やめてもう。キョンちゃん部屋に置こう、そしたら。そう、キョンちゃん部屋に。ストームブレイク。キョンちゃん部屋に片してあげる。俺が綺麗に片してあげる。あー、やめない。あー、いや俺なんも言ってねえし。